ここからは、えー、テーマごとの講演を行いますまずは串間オイファーム堀内様よりご講演を頂戴いたします串間オイファーム様は生化用さつまいもに特化し、えー、生産貯蔵販売までを一貫して実施され香港シンガポールなどのアジア地域だけアアジアの地域だけでなく、えー、欧米中東向けの、えー、新規販路開拓にも積極的に取り,、えー、取り組まれておられます、えー、それでは堀内様どうぞよろしくお願いいたします こんにちは福島葵ファームの堀内と申しますよろししくお願いします、えー、私どもの会社、福島葵ファームなんですけれども宮崎県の串間市という人口約今1万5000人前後の、えー、市に本拠点を構えておりますさつまいもに特化した、えー、農業生産法人でございます。 でえー、と我々の会社の特徴としてです、ねえー、成果用のサツマイモだけを作りもするし、契約農家さんたちと一緒にも作るし、それを貯蔵もするし、自分たちで営業もするしというような形で、サツマイモに特化した会社でございます。 で今、皆さんにも映ってると思われるスライドにも書いてる通りその中でも輸出にも一生懸命取り組ませていただいているというような形で本日はこの福島葵ファームとしてはさつまいもに関して輸出に向けて産地の形成だったりだとか販売していく上でのポイントだったりっていうのをまあ共有できればなというふうに思っております。 でですね、まず1つ目なんですけども葵、あのー、ファームが輸出を始めたきっかけのところなんですが、えー、今、私どもの会社は今、えー、次で10年目のまだまだ若い会社なんですけども創業者である、まあ、池田誠という人間がです、ねえー、海外の商売をしたいなと。 もともと彼は生まれてから農家の生まれだったんですけどもその中で海外向けの商売をしたいということでよくあの自分のお金で,です、ね、台湾だったり香港だったりというところによく行って現地現物をしていたんですよねで、えー、とその中で現地のサツマイモって売られてるものが結構小さいのが多いなとっていうのに気づいたのが約10年ぐらい前。 いろいろと調べていくと、えー、小さなさつまいもを好んで食べられる傾向が特に中華圏の方々に多いということが分かったのでだったらばちょうどいいと、えー、地元もともと生花用のさつまいもの産地でもあったんですが、えー、やっぱり小さすぎる芋っていうのは結構日本の市場では評価されてなかった。 っ、えー、っていいいううとところがあ,ってあだったらちょうどいいねと小さくて捨てられてるようなさつまいもをひょっとしたら移にするのであれば合うのかもしれないっていうのを思い出したのが、えー、初めのきっかけでした。 でそこから、あのーまあ、今回はたまたまあうまくはまったっていうところがあって青いファームの輸出は後方にも始まっていったところがあるんですけれども、あのー、売っていくときに常に今も僕も、あのー、実際に営業している中で常に大事に思うことが、まあ、結局その現地のニーズですよね青い、えー、ファームの、まあ、始めのきっかけのケースではたまたま。 地元では捨てられるような芋に小さいものが多かったりだとか、えー、たまたま中華系の人が小さい芋を食べる傾向があったっていうところはあったんですけども、えー、そもそも向こうが何を望んでいるのかっていうようなところっていうのは結構ちゃんと、あのー、商社さんたちにお願いするだけじゃなくて産地側としてもしっかり把握しておく必要があるのかなとそれによって実際に自分たちが畑を耕して芋を作ったり、まあ、他の農産物を作ったりしていく中で、えーまあ、こういうふうに作らないと売れないよね。 こういうふうに作らないと求められないよねっていうのがどんどん分かってくると思うのでその辺りのニーズっていうのはしっかり把握しないといけないとで先ほどのもともと中華系の方々香港台湾シンガポールであったり中華系の方々っていうのはさつまいもを焼き芋にしたりして食べる文化っていうのはもともとそんなに強くなくって例えば炊飯器の中でご飯を炊くときに一緒に入れて炊くよとか。 えー、あとはお粥の中にぶち込んで一緒に食べるようであるだとか、えー、あとおやつとして食べるので、えー、すごい大きい日本で人気なこんなサイズとかっていうのは、まあ、調理が面倒くさいと。 えーいうようなこともあって小ぶりな芋がどうやら受けているということがえ分かってきましたしで逆に最近輸出が伸びているまあタイであるとかまあ東南アジアの方により東南アジアの方に目を移すと今度はえっと彼らは彼女らはえ小さい芋なんていらないえ甘くてえ中間ぐらいのサイズの 今日本でさつまいもが結構あのブームっぽくなってこの34年久しいですけども日本で売られているような紅はるかだったりっていう甘い品種っていうのが東南アジアでは受けている。 えーまあ、非常に近いんですけども、まあ、アジアだったら全部ちっちゃいも出しとけばいいよねっていうのじゃなくていや実はタイはそうあの甘さのほうが大事であったりだとか、えー、台湾は見た目が非常に大事であったりだとかっていうようなことがあるので実際にまあ現地に足を運んでニーズをつかむっていうことは産、えー、地側としても非常に大事だというところがあります。 で、えー、我々が今、トライしていることは、えー、これは新しいニーズなんですけども、えー、さつまいいもを食べたことのない国々の、な国々日本産のさつまいもを食べたことのない国々に対しては非常に大事な部分があって、えー、単純に売りたいものを持っていくだけじゃなくてまず食べてもらわないとわからない。 っってていうのがあって、えー、生果物のさつまいもを持っていくだけじゃなくて焼き芋っていう江戸時代から続く文化ごと、えー、持っていって、えー、こんなことをしてるから日本産のさつまいもおいしいんだよっていうのを伝えていくっていうのがそもそも輸出する前に必要だなというふうに新しいエリアに関しては思っています。でえっ、ー、とー その次に必要なことなんですけども、やっぱりそのお客さんに届ける前に、バイヤーさんにも気に入ってもらわないといけないっていうところで、僕たちがすごく力を入れて取り組んでいることがあります。それは日本はものがいいとかおいしいとかっていうのは、もう完全に当たり前なところがあって、安定性だとか価格だったり、柔軟にデリバリーができるのかだとか、そういったところをしっかりと差別化として取り組んでいっています。 えー、というようなことで僕たちの産地っていうのは宮崎県だけじゃありません、えー、日本中北は北海道から南は沖縄まで、えー、いろんな都道府県でさつまいもをいろんな生産者と一緒に作ったりしてます、えー、メリットは多くてですね えー、我々にとってのメリットっていうのはあもちろんサツマイモが集まるう例えばどっかに台風が来たどっかに病気が流行ったってなってもおいろんなところでサツマイモ作りしてるから、えー、お客さんにお渡しできるサツマイモ確保できるよねっていうのがまず一つで今度生産者側にとってのメリットっていうのは、えー、地元だけにいるとなかなか気づかない例えば、えー、お米のもともとの大産地なんだけど最近お米がなかなか売れなくてねっていう農家さん、えー、大根が調子悪いんだよねっていう 農家さん、えー、人参はもう飽きたんだよねっていう農家さんいろんな方々が日本中にいる中であだったら一緒にさつまいも作りませんかとさつまいもをやったことのない農家さんと一緒にさつまいも作りっていうのを、えー、日本中で、えー、広げていってます。 でもちろんあの誰とでもできるわけじゃないんですけども結局、まあ、あのこのご時世からすると、まあズームだ、えー、なんだっていうのがなかなか通用しない状態が農業に関しては多いんですけどもやっぱ現地に行って農家さんとも話してで畑も見させてもらって一緒にさつまいもができるのかどうか、えー、来年今年だけ儲かればいいっていうんじゃなくて、まあ、10年20年の仕事になりますのでその辺りを一緒にやれる農家さんなのかっていうところは、えー、常に。 気にしながらあこの産地拡大、輸出産地の拡大ということは行っております。はい。あとここはまあ一番大きなまあ課題。 輸出に対する課題のところなんですけどもロス対策先ほどからのお話の中にもあったとおりやっぱりさつまいもは腐るんですよねで一生懸命作って一生懸命パッキングもして出荷するでも現地に着く時には腐ってしまうこれ完全にあの誰もハッピーにならない一生懸命作ったものがただただ海外の港で捨てられるっていう日本国内で販売すれば必ず売れる 売れれたたはずなのにに海外に持っててから腐れてしまうこういったことがこのキュアリングっていうような特別な技術であったりだとかこの温度管理湿度管理っていうこのキュアリングと両方ともすごい当たり前のことこんなことをしてもでもやっぱり腐ってしまうんですよねでこの部分っていうのはあの最後にこれがまとめのスライドなんですけどもあのロス対策の部分に関してはえどうやったらあのロスが出ない ような売り方ができる,んじゃないできるかとか、えー、畑の方でできることはあるのかとかただ単純に、えー、今までやってたような、まあ、キュアリングも温室湿度管理もお袋資材を使っ変えてみる CA コンテナを使ってみるっていうのはもちろんそうなんですけどももう一歩進んで、えー、売り場とも商社側とも産地側とも、えー、組んでどうやってロスをなくしていこうかっていうところを真剣に考えないともうそもそも持ってっても意味ないよねっていうようなあこともたくさん出てきてしまうので、えー、そこの対策というのは必要かなと。 思っておりますで、えー、そのまとめの残り2つなんですけれどもやっぱり僕たちが取り組んでることとしては、まあ、強い農業を超えていくという僕たちのビジョンを体現するためにも日本中で産地を拡大して安定した品質と安定した数量というのを海外に向けてお届けするで先ほどのロス対策をしていくでマーケティングの部分に関してはニーズをよく分かっておきましょうね産地側も、えー、ただ作ればいいんでしょうじゃなくてニーズをしっかり把握した上でえで、ー、マーケティングを自分たちもすると。 いうようなところが、えー、僕たちが青いファームが、えー、取り組んでいることになりますはいありがとうございました